今回は未経験でも転職できる専門職を3つ紹介します。手に職をつけて安心したいという人は多いと思います。正直に言うと、専門職に就いたから安定が望めるということはありませんが、適切な努力をしているのにもかかわらず職を失ってしまうという可能性は低くなると思います。なので、今の職業に漠然と不安を抱えていたり転職を検討している人は、この動画で紹介している職業をリサーチしてみてください。わかりました。どんな職業があるか楽しみです。コメント欄はメモや感想、情報交換など自由に使ってくださいね。動画を見た他の人からの返信で新しい気づきがあるかもしれませんよ。わかりました。コメント書き込みます。それでは行きましょう。まずは結論です。1つ目、 YouTube 専門の編集マン。2つ目、システムエンジニア。3つ目、外国人観光客向けのガイドです。それぞれ見ていきましょう。未経験でも転職できる専門職1つ目は YouTube 専門の動画編集マンです。具体的には、 YouTube 動画を作りたいけれど動画編集ができない人に代わって編集をする人を指します。一般人を含め芸能人や企業の YouTube チャンネル開設は今後も増えていくでしょう。一方で、編集ができる人が足りていないのが実情です。そのため、 YouTube 動画の編集ができる人は引っ張りだこで、 YouTube 専門の動画制作会社も続々と設立されています。同時に、一般の方の YouTube チャンネルを始めたいというニーズも高まっています。ココナラやタイムチケットといったスキルシェアサービスを見ると、個人で動画編集の代行を請け負っている人がたくさんいるのがわかるかと思いますが、それはその分だけニーズがあるということです。なるほど。では、どんな人が YouTube 専門の編集マンに向いているのでしょうか。 YouTube が好きな人ですね。 YouTube 動画は独特のテンポ感があるので、それを見慣れている人の方が未経験から始めても成長速度が速いと思います。他には真似をするスキルも重要です。動画のセンスは何もないところからは生まれません。優秀な編集者は他の質の高い動画を真似て、いいところを自分のスキルにする力に長けています。もちろん、真似たものをそのまま公開するのは NG ですよ。これは自分の表現だと胸を張って言えるレベルまでオリジナリティを加えてから公開するようにしましょう。どうすれば編集マンに転職できるのでしょうか。 YouTube、動画、編集代行などのキーワードで検索をすると、たくさんの YouTube 専門の編集会社が出てきます。どこも編集マンが足りていないので、会社に直接アプローチをすればかなりの確率で面接をしてもらえるでしょう。その時に動画の編集スキルは問われないのでしょうか。もちろん、編集経験がゼロだと採用は難しいでしょう。ですが、転職しようと決めた時点から編集ソフトの使い方を学び始めても遅くないと思います。大事なのは挑戦する気持ちと編集ソフトの基礎が分かっていることなので、未経験でも十分に編集の専門職になることはできると思います。やる気次第でチャンスはあるということですね。自分が担当した動画がバズったらと考えると、ワクワクする仕事ですね。未経験でも転職できる専門職2つ目はシステムエンジニアです。具体的には、世の中に点在する様々な問題をプログラミングによって解決するお仕事ですね。プログラミングと聞くと難しいイメージがありますが、未経験でも大丈夫なんでしょうか。大丈夫なんです。プログラミングの学習はパソコンさえあればいつでもどこでも始めることができます。またレストランのレビューサイトを制作したいなど、プログラミングによって解決したい問題はIT 業界ではない業界からの要望であることも多いです。利用者へのヒアリングを行う機会も多く、異業種での業務経験や営業をしたことがある人はその経験を大いに生かすことができます。なるほど。では、どんな人がシステムエンジニアに向いているのでしょうか。人と話すのが好きな方や物事の段取りを考えるのが得意な方ですね。先ほど説明した通り、システムエンジニアにとって関わる人とのやり取りは非常に重要です。現在営業職に就いている方やコミュニケーションに自信がある方にはおすすめです。また、プログラミングを行う上では顧客の要望をうまく噛み砕き、
順序立ててパソコンに伝えていく技術が必要となります。イベントの役割分担や工程を考えるのが得意な方にもおすすめですね。転職したい場合、どんな準備をするといいでしょうか。まずは自分がどんなシステムエンジニアになりたいのか方向性を定めましょう。例えばウェブサービスを制作する場合でも、フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、サーバーエンジニアと数多くの種類のエンジニアが連携しつつサービスを作り上げています。エンジニアの種類に応じ覚えるべき技術知識も広範にわたります。最終的な得意分野は大いに越したことはありませんが、転職のために使える時間は有限です。まずは一つ得意分野を定め、その分野の知識をしっかりと身につけましょう。エンジニアの種類について解説した動画もあるので、気になる人はこちらも見てみてください。未経験でも転職できる専門職、3つ目は外国人観光客向けのガイドです。具体的には訪日外国人を対象にした国内ツアーのガイドです。ガイドさんですか？でも今観光業界は逆境ですよね。そうですね。新型コロナウイルス蔓延以前は毎年訪日外国人数が過去最多を更新し、インバウンドビジネスが脚光を浴びていましたが、新型コロナの影響で観光産業は大打撃を受けました。しかし今後、外国人観光客の来日数は新型コロナウイルス以前と同じくらいまで V 字回復すると見込まれています。新型コロナウイルスの影響で Google ストリートビューを使ったり VR を使った疑似旅行がトレンドになるという予想もありますが、一方でやっぱり実際に足を運びたいというニーズがあるのも事実です。その証拠に GoTo トラベルキャンペーンを受け、おもらった観光地の宿泊施設は予約が取れないほど人気を博しています。発散したいという気持ちが消費につながる可能性が高いということですね。そうです。そして日本は以前から清潔衛生面で安心というイメージがあるので、アフターコロナの世界では安心な旅行先として外国人観光客から再注目される可能性が高いんです。海外向けのツアーガイドは未経験でも大丈夫ですか？大丈夫です。なぜならこれまでの固定観念を捨て、ソーシャルディスタンス、衛生面、少人数といったコロナ対策をしないといけないため、観光業界全体としてもゼロから観光の在り方を考えないといけません。全員まっさらな状態からのリスタートになるので、未経験でも熱意があればやっていけるでしょう。加えてこれまで観光業界を支えてきた外国語が話せる即戦力人材が経済的な理由で他業種に流出してしまい、こちらも深刻な問題になっています。外国語を中心とした必要な知識を習得すれば活躍のチャンスはあるでしょう。どんな人が向いてますか？人を楽しませるのが好きな人、柔軟な発想ができる人が向いているでしょう。転職の面接ではコロナを意識した上での観光プランやビジョンを求められるはずです。以前と同じように旅行ができない制約を発想の転換や工夫で乗り越えようと前向きに考えられる人は重宝されるでしょう。異業種を経験しているからこその違う切り口や視点も採用時のプラス評価になる可能性が高いと思われます。転職に際してどんな準備をするといいでしょうか。実は外国人観光客向けのガイドの国家資格があるんです。全国通訳案内士というんですが、観光庁が行う国家試験に合格しこの資格を取得できれば転職の時にかなり有利になるでしょう。合格率 8.5% の狭き門ですが、今後ガイドの需要が復活することを見越すと今が狙い目な美味しい資格だと思います。合わせて転職の際にはニューノーマルを意識した自分なりの観光プランを話せるようにしておくといいですね。例えば屋根なしのバスで行く星空鑑賞ツアーのように、さりげなくコロナ対策がしてあるプランをいくつか準備しておくといいかもしれません。新しく生まれ変わる観光業界だからこそ、アイデアさえあれば未経験でもチャンスがあるということですね。国家資格があることも知りませんでした。勉強になりました。それではまとめです。今回は未経験でも転職できる専門職について解説しました。それではおさらいです。一つ目は YouTube 専門の編集マンです。編集マンが圧倒的に足りてないので、未経験からでも転職できる可能性が高いです。二つ目はシステムエンジニアです。
IT 業界はまだまだ伸びしろがあるので、今から学び始めてもこの先ずっと活躍できる可能性があります。3つ目は外国人観光客向けのガイドです。観光業界自体が生まれ変わるので、未経験でも十分にチャンスはあります。新型コロナウイルスの影響でビジネスも大きく変化しました。しかし変化の時はチャンスの時でもあります。変わりたい企業やこの状況でも好調な企業は、新たに人を採用することで新しい風を社内に吹かせようとするものです。ぜひこのチャンスに自分の強みをアピールして納得のいく転職をしてくださいね。私もこのチャンネルを通して皆さんを応援していきます。わかりました、ありがとうございます。最後にお知らせです。このチャンネルはプログラミングやウェブデザインなどテクノロジーの力で実現したい夢がある人を応援するチャンネルです。1. プログラミングやウェブデザインに興味のある人。 2. エンジニアへ転職をしたい人。 3. アプリを作りたい人など、自分の目標へ向かって頑張っている人はチャンネル登録をして目標へ少しでも近づいてもらえたらと思います。これで新しい動画が公開されてすぐ見られますね。評価とコメントもしておきますね。次の動画でもよろしくお願いします。テックアカデミーでは、初心者でも最短4週間でプログラミングを習得できるオンラインブートキャンプを開催しています。また現役エンジニアから学べる無料体験も実施しているので、ぜひ参加してみてください。